東京ボーダレス TV をご覧の皆さん、はじめまして、長富也です。私は催眠術と心理学の SM の世界から性愛とオーガズムを広める活動をしております。ここでちょっと私のことを知ってもらうためにいくつか質問に答えたいと思います。好きな食べ物はバターを使った香ばしい感じの焼き菓子が好きですね。フィナンシェとかクッキーとかタルトとか。ワインも好きなんですけども、ワインと一緒にそれらをたしなむのが私にとっての休息の時間になっています。好きな匂いは白檀とミモザの香りが好きです。ミモザの香りというとあまりパフュームやコスメに使われることがないので、ちょっとイメージがつきにくいかもしれませんね。世界女性デーの花にもなっている花で、黄色い、ちょうど今の季節に咲く黄色い花です。とても甘い、少しバニラに似たような香りがすると思います。白檀の香りは日本人なら皆さん一度は嗅いだことがあるかもしれません。お寺などでお香に使われている香りです。とても心が落ち着く香りだと思います。好きな映画をちょっと最近あまり見ないのですけれども、印象に残っていて何度も見ている映画はインド映画のきっとうまくいくと、あとはハリウッドのグッドウィルハンティング。これは何かちょっと自分が気持ちが落ち込む時に何度も見たりしています。こう考えると私はちょっと映画に感動とかそういったものをこうちょっとうるうる泣くような感じのものを求めているのかもしれませんね。好きなタイプなんですけれども、私はちょっと SM や性愛やオーガズムという観点からその性別や年齢というものはあまり問わないんですけれども、やはり品性や感性の合う方というのは心が惹かれてしまいます。そういった品性や感性、教養のレベルで引き合う人というのは友人でも恋人でも、もしくは主従関係でもずっと深くつながれると思っています。好きなアーティストは、アーティストという広い意味で捉えると画家もアーティストの一人だと思います。私は芸術や美術や絵画が好きなので、その中でも特にルノワールが大好きです。ルノワールが描く世界というのはみんなバラ色の輝く方法を持っていて、幸せに満ちた世界が広がっています。そこには不安も悲しみも怒りもない、幸せに輝く世界。この現実の世界もルノワールの世界のようになればいいなって、そう思っています。私は SM の世界から性愛とオーガズムを広めていますが、 SM というと野蛮で下品な行為というふうに思われている方も多いと思いますが、 SM というのは高度な哲学と深い愛、そして知的な心理ゲームが必要なものだと思っています。 SM というのは実はとても深いコミュニケーションであり、性は愛であり、オーガズムは喜びであるというのに最も近い行為です。深い世界を覗いたものだけに見える世界がそこにはあると思っています。 LGBTQ という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはその Q と呼ばれる存在です。性的少数者である私たちだからこそ伝えられる世界があると思っています。私たち性的少数者というのは、その穴に棒を入れるといった性行為にはとらわれていないんですね。それはなぜかというと、行為そのものが喜びである、そのことがオーガズムであるということを知っているからなんです。世の中には射精を中心としたコンテンツがたくさんあふれています。私はこれを射精の呪縛というふうに呼んでいるんですけれども、この射精の呪縛というのは何なのかというと、射精そのものが快感であるという思い込みや、射精の回数だったりとか、その射精がゴールであるという性行為、これを私たちは射精の呪縛という、射精にとらわれている状態だと思っているんです。こうちょっと下品な言い方をしてしまいますと、
何かやったとか抜くとか溜まってるっていう言い方だったり、年を取ると性欲が衰えてしまうっていうのを聞いたことがあると思うんですけども、これっていうのは女性そのものを愛するのではなく、射精をするための女体を欲しているだけの状態なんですね。性は愛であるということを、性を通じて愛を伝える、それが性愛です。性愛という考えを理解することができれば、手をつなぐことですら性を通じて愛を伝えるという性愛の世界につながると思っています。そしてオーガズムは喜びであるということをみんなが知ることが、女性の性の搾取だったり女性が悲しむということがなくなる世界ができると私は思っています。もし性愛やオーガズムの世界にご興味がお持ちいただけたら、私のツイッターやブログをフォローしていただけると幸いです。よろしくお願いします。Tokyo Borderless TV.